誰もいねえな。ああ、エアリスの居場所見当はついてるの？おそらく科学部門の研究施設だ。どこにあんだよ。多分上の方、ずっと上だ。多分かよ。確認しようか。受付でわかるかな。綺麗な建物。ムカつくぜ。ピカピカの壁、いつか粉々にしてやる。明日以降で頼む。へいへい。封鎖されてる。触らない方がいいよね。くそ、生意気な。とにかく上へ向かおう。え、どうやって上がる？この先にエレベーターと非常階段がある。研究施設はすんげえ上にあんだろ。エレベーターに一票。鍵がねえと上がれねえってわけか。このビルの鍵はカード型みたい。カードキーならどこかで見たな。受付か。だがどうする。上から行けないかな。ほら、あの照明を伝っていけば届くかも。無理だろう。私がやってみる。あ、この中なら私が一番身軽でしょ。二人は見張りをお願い。ああ。じゃあ行ってくるね。気をつけろよ。任せて。
腕力勝負？やってみるしかない。頑張ろ。もうちょっとかな。あそこまで行けば。仕上げのジャンプ、見ててね。やったじゃないか。あ、これでセキュリティを解除できるかも。え？ははうまくいったな。ん？何もしてないけど。ま、いいじゃねえか。ティバ、研究施設が何階にあるか調べらんねえか。ちょっと待ってね。北条博士の研究施設65階だね。エレベーターか階段で59階のスカイフロアまでは上がれるみたいだけど、そこから上は
そのスカイフロアの受付で手続きしないとダメみたい。ひとまず59階だな。うん。ああ。